投稿者から送られてきたいびつな目をした人形、心霊スポットで映り込んだ謎の存在、須田巻団愛理とスタッフまどかが調査を進める中、ワンパクは現地を訪問。そして心霊現象の原因と思われる F という人物に接触を試みる。そうなんですよね。すみません、なんで逃げるんですか。かすみさんのことについて聞かせてください。なんか知ってることあるんですよね。僕じゃないです。僕じゃないって、なんか知ってることあるんじゃないですか。あの人形をさんが投げたんじゃないですか。僕では ないです。あのすいません、あの知ってることあるんだったら教えてもらっていいですか。出来心だったんです。出来心って何ですか。僕は復讐サイトに書き込んだだけなので。復讐サイト。 F さんの証言。自分を選ばなかったかすみさんが許せず、とある復讐代行サイトに書き込みをしたのだという。すると一人の人物から、警察に捕まらずに復讐する方法がある、報酬は結果が出てからで構わないと返信があり、 F さんは勢い任せに依頼をしてしまう。数日後、実行したと連絡が来る。 F さんはその後かすみさんの状況を知り、恐怖を覚え、サイトにアクセスすることをやめたのだという。 F さんは最後にそのサイト名を教え、その場を去っていった。誰もいないと思ったから。ごめんごめん。もうこんな仲弱い女の子二人缶詰状態で調査させて。あ、お疲れ様です。あいちゃん、お疲れ様です。よろしいですか。早く現場報告してください。はい、ちょっと待ってください。投稿者石橋さんから郵送されてきた人形、家のベランダに置かれていたものである。何重にも縛られた紐、泥を固めて作られた形状、そして形容しがたいいびつな表情。女性スタッフ2人は人形を手に取り、細部にわたって詳細を観察した。そしてスタッフは改めて今までの情報を整理することに。得られた情報から復讐サイトにて F さんとやり取りをした人物、かすみさんに対して何をしたのか確認をするということ。かすみさんの容態を良くする方法がそこにあればいいんですけどね。すみません、不安にさせるだけかもしれないんですけど、調査の過程でいろいろな事物を調べていて、さまざまな人物の作り方を混ぜ込んだ呪いの塊というか、あれはきっとブードゥー人形の作り方から来てるのかと。本来は幸運を運んでくれるお守りとしての役割が強いのですが、
使い方を変えれば、藁人形を用いた牛の刻参りと変わりません。人形に刺す針の色で効果は異なっていて、あの針は青色なので恋愛関係に作用します。狙った相手を絶対に呪い、最も苦しい形で追い込む。あの人形には作ったものの暗くて深い強い念を感じるんです。スタッフは不安を抱えながらも翌日より調査を開始する。 F さんが言っていた復讐サイトを発見し、そこにある書き込みをくまなく見ていく。 F さんとやり取りをしたと思われるユーザーを見つけ、書き込みにてコンタクトを試みたものの、返信が返ってくることはなかった。スタッフは他のユーザーでそのアカウントと交流があった人物がいないか当たっていく。心霊調査、心霊調査。投稿者石橋さんからの電話。石橋さんの彼女かすみさんの容態は悪化しており、かすみさんの両親から見舞いにはもう来なくていいと言われた。それから数日後、かすみさんから LINE にて別れを告げられた。石橋さんは調査の中止をわんぱくに告げた。ワンパクのツイッターアカウントに送られてきたダイレクトメッセージ、その内容は地図と電話番号である。おそらく F さんが裏アカウントにて送ってきたものだと思われる。電話番号に着信をしたが、その番号は使われていなかった。地図を確認すると、関東の外れに位置する廃屋だと思われる。この場所は F さんが復讐サイトにて関わった人物と関係があるのであろうか。ワンパクは現地へと向かう。
現地を探索したわんぱく。そこには明らかに投稿者石橋さんの玄関にあった人形と同じ見た目をした人形が置かれていた。さまざまなものが散らばる部屋、わんぱくはその一つ一つを記録していった。果たしてこれらは何を意味しているのか。そして一通りの記録を終え、その場を後にした。わんぱくは投稿者石橋さんに再調査を依頼したものの、結果は変わらず、心霊調査は幕を閉じた。スタッフまどか須田巻団愛理と待ち合わせをし、すべての調査結果を報告した。石橋さんもかさみさんと別れてしまってて、ちょっと現状はわからない状態。いろいろあったんだね。わざわざ報告ありがとう。別れっていうのはね、次に出会う人たちを幸せにするためにあるんだよ。だから大丈夫、ね、うん、大丈夫。F さんから教えてもらった復讐サイトを利用するさまざまなユーザーにスタッフがリプや DM をする中で、一つの気になる返信が来た。そこには映像が添付されていた。それは復讐サイト内で以前貼られていたもので、現在は残っていないという。映像に関連する詳細は不明である。我々スタッフはこの映像を見て、今回調査した案件にさらなる恐怖を覚えた。映像に映る場所は
わんぱくが訪れた場所なのであろうか。そして人形はここで作られたのであろうか。去年の冬、二人の投稿者から案内を受けた心霊スポット、こんぴら橋。半年の時が経ち、改めて投稿者から連絡が来る。そこから予想だにしない恐怖、新たなる真実が明らかとなる。次回、心霊スポット、こんぴら橋の恐怖。